富士フィルムイメージングシステムズの椎名と言います。はい、今日の、NAB での、我々のですねおすすめなんですけども、デューボシリーズになります。デューボですけど、スーパー 35mm の、PL マウントのレンズになりますが、今回ご覧いただきたいんですけど、この24300というですね、焦点距離のものが、2024年3月、先月ですね、発売開始しています。何が特徴かというと、そのスーパー35で、PL マウントというところと、まあ、カメラがフルフレームの対応カメラであれば、この 1.5 倍のエクステンダーを入れるとフルフレーム対応にもなります。でさらにあのドライブユニットが、いわゆる放送用の、ドライブユニットになるので、ズームスピードが、まあ、0.7mm ワイドからテレまでで、フジノンの、通常のアクセサリーを使うこともできますし、またあのワイヤレスのですね、コントローラーも対応できるので、まあ、シネマでも、放送でも使えるような、レンズになっています。でさらにですね、まあ、やはりその T ナンバーが 2.9 ということで非常に明るいです。ですので、あのよりあのぼかしたい、まあ、被写回収の浅い映像、さらに9枚アイリスバナーは9枚ですので、非常に綺麗なボケ感も得ることができるようになっています。で今回その24300っていうものだけではなくてですね、NAB の初出展なんですけど、14100というレンズが、発売されます。これあの大体夏ぐらいには、皆さんのお手元にお届けできるかなと思いますけれども、24300と比べて一回りコンパクトになってますので、こういうステディカムとかですねクレーンでの使用でもあの使うことが、できるかなと思います。でやはりその ZK、カブリオシリーズっていうのが、まあ、フジノンのシネレンズ、まあ、あのたくさんの方に使っていただいてますけども、あのカブリオだと、14.5mm から 300mm まで3本で分けたのが、今回 14mm から 300mm まで2本であの対応することができています。ですのであの非常にあのコンパクトにかかわらず、全体的なサイズ感とか重量も非常にできあのうまくできているかなと思っています。ですのでぜひあの日本で、まあ、ワールドワイドでもかなり今ご注文いただいてますけども、日本でもあの使っていただく機会が増えればなと思っておりますので、よろしくお願いします。